月16日の夜に、判明した分をお伝えします。明日から その開園に向けて、最終日に検査をするということで、この6番の方の、濃厚接触者である保育園職員の、検査を行いました。2名が、陽性が出ました。こちらについては、明日からの開園に向けてその最終日に検査をするということで、昨日の、昼、新潟県の環境衛生研究所の方で、この検体を、検査に回したものです。17例目の方は30代の女性、中央区にお住まい、保育園の職員です。国籍は日本、渡航歴なし。18例目の方は50代の女性で中央区にお住まい、保育園の職員です。国籍は日本、渡航歴なし。この行動歴、濃厚接触者については現在調査中ということでございます。2枚目のこの参考資料につきましては、濃厚接触者の状況については昨日お示しした資料と変わっておりません。PCR 検査の状況につきまして、この昨日の夜に判明した分を加えてございます。私からは以上となります。